最後まで黙ってようと思うんですよ。でも状況が変わらんねやったら何かしないって、それも分かってる。こうやってぶつかったとこで勝てる、そんな簡単なことないのか分かんない。でもみんな一つ一つの意識がこれで変わる、俺も信じてるし、ネガティブな声がなくなるのも知ってる、信じてるし、それがじゃあ来週勝ちにつながるのか、それは向こうだって必死やからそれは分からへん。だけど俺らは今バラバラになってるんじゃなくて、何が悪い、どうしたらいい、そうじゃなくて一人一人が向き合って、選手だけ